ザ・ウィー・ケスト・リンク。ザ・ウィー・ケスト・リンクは、イギリスの BBC2 で放送されたクイズ番組で、ある。初回の放送は2000年8月14日。オリジナルである、イギリス版は、及び BBC アメリカを通じ、世界中に配信された。番組フォーマットのライセンスは、BBC、英国放送協会の商業部門であるを通じて、配信された。 世界中の50の国、地域にライセンス契約され、それぞれの版が制作されており、その中には日本も含まれている。世界に先駆けてライセンス契約によって取り入れた国はオーストラリアである。各国版における番組名は、そのほとんどがザ・ウィーケストリンクまたはの訳語となっている。また、他国版を放送した国は11に上る。ザ・ウィーケストリンクは、 フランチャイズ番組として、世界で2番目に好評を博した番組となった。1番目は、Who Wants to Be a Millionaire であり、こちらもイギリス発祥の番組である。オリジナルのイギリス版では、司会者を務めるアン・ロビンソンは、黒い衣装をまとい、決して笑わないという設定を徹底している。これに習い、各国版の司会者も、すべて黒、ないし暗い色の衣装をまとっており、 決して笑わない。またほとんどの番でイギリス番と同じく女性が務めている。オリジナルであるイギリス番及び多くの各国番におけるフォーマットは以下の通りである。9人の回答者は半円形に1列に並び、全員が1チームとして1人ずつ順に1問1等の一般常識問題に回答していく。これを一定時間行い1ラウンドとする。 各ラウンドの目的は、その制限時間内に連続して正解し、チーム全体で共有する賞金を増額していくことである。この時増額される賞金は、口述するマネーツリーに従う。しかし、一問でも不正解すると、それまでに積み上げた賞金は全額没収されてしまう。これを防ぐための手段として、司会者が出題する前に回答者は、バンクと宣言することで、 それまでに積み上げた賞金を確保し、マネーツリーの第一弾の賞金から連続正解を再スタートすることができる。それ以降で不正解しても、バンク宣言してある賞金は没収されない。賞金のバンクは安全策であると言える。その反面、バンクせずに次の問題に正解できたならば、バンクして正解した場合に比べ、より高額の賞金を積み上げることができる。 各ラウンドの制限時間に達すると、そのラウンドは終了し、その時点でバンクしていなかった賞金は没収される。この際、司会者が問題を読み上げている最中だった場合、もしくは回答者が回答する前だった場合、その問題は破棄される。いくつかの国の番では、回答者が正解を答えられようとそうでなかろうと、司会者によりその問題の正解が発表される。もし回答者側が、 与えられた制限時間に達する前に、そのラウンドでの最高賞金額、すなわちマネーツリーの最終段ないしその同額に到達してしまった場合、そのラウンドは自動的に終了となり、次の回答者はバンクを宣言する。各ラウンド終了時に、司会者はそのラウンドでの獲得賞金を発表する。その後、回答者たちはそのラウンドの内容、 各回答者の正解数等を踏まえて次のラウンド開始前に退場させたい回答者一人に投票する。視聴者にのみナレーションでどの回答者が統計的なストロングストリンク、ストロングストリンク各ラウンドにおいて正解率が最高だった回答者だったのかが知らさせる。統計的なウィーケストリンク、ウィーキストリンク各ラウンドにおいて 正解率が最低だった回答者も合わせて知らされる場合もある。回答者は全員でチームとして行動するため、お互いに容赦なく投票することが求められる。回答者にとって投票は自身が優勝できる可能性を最大限にし、かつ獲得賞金を最大限にするためにも戦術的に重要と言える。正解率の低い回答者に投票した以させることは、 優勝者が獲得する賞金を増額できる可能性を高めることにつながるが同時に正解率の高い回答者を残留させることは最後のヘッドとヘッド1対1の最終対決詳細は口述で打ち負かすことがより困難になることにつながるからであるこのため序盤は賞金を稼ぐために最も正当率の低い回答者に投票して蹴落とし ゲームが進むにつれ最終ラウンドに備えて、正当率の高い回答者に投票してけ落とす、傾向にある。ただし、今度は、多くの賞金を稼ぐことが困難になるというリスクも、伴う。投票結果が発表されると、司会者は、各回答者に対して、なぜその人物に投票したのかの理由を尋たず、ねるのだが、同時に、その回答者の無知、経歴、 趣味などを侮辱したり皮肉を言ったりするとが決まりとなっている。すべての回答者に一通り尋ね終わると最多得票者がウィーケストリンクとして失格となる。この際、司会者から、You are the weakest link, goodbye, あなたがウィーケストリンクです。さようなら。とすげなく言い放たれ、ステージを多情する。この退場の様をウォークオブシェイムウォークオブシェイム不名誉の歩みと呼ぶ。 最多得票者が複数いた場合、司会者はストロンゲストリンクを発表し、そのストロンゲストリンクが誰を退場させるかを最終決定する。ストロンゲストリンクが候補者のうちの一人に投票していた場合、あくまで投票した人物を退場させることに固執するか、あるいは他の人物を退場させることに気を変えるかは自由である。また、ストロンゲストリンク自身が候補者だった場合でも、 誰を退場させたいかを尋ねられる。以上の流れを繰り返し、最後の二人が勝ち残るまでラウンドを繰り返す。賞金は、各、ラウンドごとの獲得額を加算していく。最後に残った二人は共同して、最終ラウンドに挑む。それまでのラウンドと同様だが、異なる点が2点ある。 ヘッドとヘッドは1対1の最終対決であり、サッカーの PK 戦方式で両回答者に5問ずつ出題される。最終ラウンドでストロンゲストリンクだった回答者が先行、後攻を決定する。5問ずつ出題を終えた時点で正解数の多い者が優勝者となる。優勝者にはそれまでに積み上げた獲得賞金の全額が授与される。 最終対決に負けた回答者は、それまでのラウンドで失格となった回答者たちと、同様に何も獲得できず、基礎につくこととなる。正解数が同数の場合は、以降サドンデス方式にて行う。すなわち両回答者は、いずれか一方が正解した方が不正解するまで、出題され続ける。これは、決着がつくまで行われるが、いくつかの国の番では、 放送時間の都合上、サドンデスは1回に編集されている。イギリス版における最高賞金額は、ほとんどの回では1万ポンドだが、有名人が回答者として参加するチャリティの回では5万ポンドである。直訳すると、最も弱い鎖の缶。鎖の強さは最も弱い缶によって決まるが、逆に、他の要素を守るために、最も弱い缶を犠牲にしても良いということ。 システム上のウィーケストリンクは強化など対策を取らなければならないものと逆に火災放置機のボタンのプラスチックカバーのように弱いことが重要な役目を持っているものがある。イギリスはこのザ・ウィーケストリンクのオリジナル版が制作された国であり高い視聴率を獲得した。フィンタン・コイルとキャシー・ダニングが考案し英国放送協会エンターテインメント部が制作した。 司会者は、アン・ロビンソン。夕方の時間帯で放送される、デイタイム版で大成功を収めると、すぐにプライムタイム版が制作されるに至った。デイタイム版は、放送開始以来、BBC2 で放送されていたが、2008年2月11日より、BBC1 での放送に切り替わった。しかし、2011年7月から、再び BBC2 での放送に戻った。 オーストラリアのソープオペラ、ネイバーズの放送局がファイブに移動したため、その枠に移動した形となった。2006年12月18日には放送1000回を迎えた。週1回のプライムタイム版と週5回、ガツ大金のデイタイム版が放送されていたが、デイタイム版は2012年3月30日、プライムタイム版は同年3月31日に、 アンドビンソンの契約終了に伴い終了した。BBC ウェールズ制作の SF ドラマ、ドクター・フーでは、21世紀において、なお続く、クイズ番組として登場した。2004年12月1日から2006年4月末まで、日本のスカイ・パーフェクト・ TV、110、ゲンス・カッパー、E2 の BBC ジャパンにて月金曜の4、45.10。 15.15 15、45に放送されていたが、BBC ジャパンの放送終了とともに、番組も終了した。アメリカ版は、ビーキストリンク、という番組名で、NBC で2001年4月16日から2002年7月14日まで放送された。この際、いくつかの回は、未放送のままであったが、そのうちの数回はで2002年に放送され、さらに残った分は、 最終的には GSN で放送された。また、シンジケーション、地方局や独立局への番組の直接販売によって2002年1月から2003年9月まで放送された。パクスでは両方の番が短期間だが放送されていた。現在では GSN で両方の番が放送されている。NBC 版ではイギリス版と同じくアンドビンソンが司会者を務め、 シンジケーション版ではジョージ・グレーの司会者として知られていたが、現在ではこの番組の司会者としてより幅広く認知されている。また、ザ・ウィーケスト・リンクの各国版のうち、男性が一人で司会者を務める例として挙げられる。フォーマットは基本的にヨーロッパ各国の版と同じである。NBC 版では回答者は8人で、 最高賞金額は100万ドル。シンジケーション版では回答者は6人で、最高賞金額は1年目シーズンでは7万5000ドルだったが、2年目シーズンでは10万ドルに引き上げられた。アメリカでこの番組が2年目シーズンで失敗に終わったことの一因として多くのつぼねが抱える決算上の問題が挙げられる。アメリカのテレビ界における2002から2003年シーズン開始時に、 すでに、ウィーケストリンクを放送していたツボネの多くで、Who Wants to Be? アミリオネアのシンジケーション版の放送が始まり、中には、ウィーケストリンクを放送してた枠で放送するツボネまで現れた。新番組の叩き出す高い視聴率は、ウィーケストリンクの購入をキャンセルするのに十分な理由となったのである。なお、Who Wants to Be? アミリオネアのシンジケーション版は、 現在も放送が続いている。ドイツ版は、という番組名で放送された。ドイツ語では、ザ・ウィーキスト・リンクを、と訳せるが、これは性的な意味で、ザ・ウィーキスト・ビレルメンバー、性的能力が、最も弱い陰形等意味にも読めるため、最も弱いものが逃げるとなったとされている。初回は、RTL テレビジョンで2001年3月19日に放送された。 平日午後3時から放送開始。司会者は、彼女は前年に放送された自身の名前を冠したトークショーでの辛辣な語り口ですでに知られていい。回答者はイギリス版と同じく9人。最高賞金額は DM5 万。この年の9月までに視聴率は急速に低下。視聴率回復のためには回答者に対しもう少し敬意を払うようになった。 それ以前には、見てください。私たちの貴重なスタジオ内の空気をあまりに長く、吸っている人を、などと侮辱するなど、回答者を罵倒していた。が態度を改めたものの、それも視聴率を回復させるには十分ではなく、12月に打ち切りとなった。2002年2月には、土曜日深夜の時間帯で復活する機会を得た。スタジオも改装し、観客も取り入れ、 最高賞金額も5万ユーロに引き上げられた。しかし、最初の数回の放送では、より多くの視聴者を引きつけるために、俳優に金銭を渡して回答者になってもらっていたという噂が流れた。これらの変更も番組の視聴率を跳ね上げる原動力とはならず、翌3月には打ち切りとなった。ザ・ウィーキストリンク。 というタイトルで2001年2月から2002年4月までセブンネットワークで制作、放送された。司会者はコーネリア・フランシス。回答者は9人で、最高賞金額は10万ドル。週2回、プライムタイムに放送された。司会を務めるコーネリアがあまりに失礼だとして多くの批判を浴び、セブンネットワークが 番組の雰囲気を軟化させるも、視聴率は伸び悩み、2002年に打ち切りとなった。数回、特番が放送されたことがあり、ある回では他番組のザモールがダオグエンに勝ち、優勝者となった。優勝賞品として、次回のザモールへのフリーパスを勝ち取り、失格免除となった。なお、獲得賞金は全額ザモールの積立金に回された。 この時の獲得賞金額は14,100ドルで、オーストラリア版、ザ・ウィーケスト・リンク史上最低額だった。しかし、ザ・モールでは積立金の額は1,000ドル単位であったため、司会者、グラント・ボーラーが賞金額を切り上げて15,000ドルとした。別の特番会では、以前の会で失格退場した回答者たちが再選する、ワースト・ルーザースペシャルが放送された。また、 以前の優勝者たちにさらに賞金を獲得する機会を与えるズベスト・オブ・ザ・ベストが2001年の中頃と終わり頃の2回放送された。特に後者では72,900ドルの最終賞金額を記録した。英語副題、ザ・ウィー e ス k ディセピアーズという番組名で放送された。司会者は香港の女優、中国語、関東語名。英語名、 キャロル・チェンが務め、関東語で放送された。は、エイテビが、関東語版の、Who wants to be? アミリオネアで大幅な視聴率を獲得した直後に、そのライバル局である、TVB が迅速に、ライセンス契約し、TVBJ で放送を開始した。最高賞金額は300万香港ドル。初回は2001年8月に放送された。ライセンス契約に基づき、 キャロル・チェンは元祖のアンド・ビンソンのように冷淡な口調と表情で振る舞わなければならなかった。しかし中国の文化では一般的に他人に対しこのような態度で接することを心よく思わないため TVB はこの番組に対する苦情を多数受けることとなった。制作側は大衆からの圧力に迎合する形で番組のスタイルを変更しキャロル・チェンのキャラクターを 第5回放送までの意地悪なものから難化させた。その結果、番組は視聴者から受け入れられ、視聴率も上昇していき、最終的には、フ o o wants to be a millionaire のそれを上回るまでになった。TVB は平日版108回分しか契約していなかったため、2002年1月には最終回が放送されて終了した。フジテレビ系で、 ウィーケストリンク一人勝ちの法則というタイトルで放送された。司会は伊藤史郎。上から順に1チェーン、2チェーンの順はラウンド最高金額。なお、最高チェーン数は1チームの回答者の人数に等しい。途中から6人制となったが、マネーツリーの変更はなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。